神戸三宮大阪方面電車ご利用のお客様にご案内いたします。折り返し遅れに伴いまして神戸三宮大阪方面新快速電車に遅れが生じております。一覧乗り場の新快速京都舞原方面長浜行きは13時26分ごろの到着を予定しております。一番乗り場新快速京都舞原方面長浜行きは13時26分ごろ到着の予定でございます。また3番乗り場から発車いたします。快速京都方面屋敷行きは13時47分ごろの到着を予定しております。快速京都方面舞原行きは13時27分ごろの到着を予定しております。恐れ入りますが各乗り場にて到着までお待ちください。新快速京都方面